ケチル、あるいは、ケチルラジカルとは、ケトンが一電子を与えられて生じるアニオンラジカル種。以下のような共鳴式で描かれる。通常の条件では、不安定だが、酸素や水を除去した系で発生させることができる。ケトンに、ナトリウムやカリウムなどのアルカリ金属を作用させると、金属からケトンに電子が一個移動して、ケチルが生じる。すなわち、ケトンが一電子還元を受けて、 ケチルとなる。この還元反応は、金属マグネシウムや低原子価値単、溶化サマリウムなどの還元剤でも起こりうる。ピナコールカップリングは、金属マグネシウムを、マクマリーカップリングは低原子価値ンを、還元剤として、ケチルを発生させ、カルボニル機同士を、ホモカップリングさせる手法である。ベンゾフェノンケチルにより深い青色に定色したトルエン、ベンゾフェノンケチルが、 テトラヒドロフランやジエチルエーテルなどの有機溶媒を乾燥させるために用いられる。溶媒にベンゾフェノンを溶かしナトリウムを加えると深い青色のベンゾフェノンケチルが発生する。溶媒に酸素や水が残っている場合は速やかに反応して色が消えるため、このケチルは乾燥剤であるととともに酸素や水が残っていないことを示すインジケーターの役割も果たす。 ベンゾフェノンケチルがさらに一電子を受け取るとジアニョンとなり紫色を帯びる。ありがとうございます。